タラス・ブーリバは19世紀前半ロシアの小説家、ニコライ・ゴーゴリが1835年に発表した中編小説、隊長、ブーリバとも、ウクライナの歴史を題材としており、コサックの連隊長、タラス・ブーリバと二人の息子たちの戦いと死を描く。1834年、ゴーゴリ25歳の時、中編小説、タラス・ブーリバ、肖像画、ネフスキー通り、 狂人日記、花などを執筆する。タラスブルーリバは、中編小説集、ミルゴロドに、収録、翌1835年3月に出版された。同年5月、ゴーゴリは、モスクワのポゴーリン邸で、喜劇、結婚の書庫を朗読し、そこで、ビッサリオン・ベリンスキーと出会う。ベリンスキーは、望遠鏡誌に、論文、ロシアの中編小説とゴーゴリ誌の中編小説に、 ついてを掲載、ゴーゴリの作品を紹介した。1836年、ゴーゴリの儀曲、検察官がサンクトペテルブルク及びモスクワで上演されて、センセーションを巻き起こす。社会的反響の圧力に耐えかねたゴーゴリは6月、国外に逃れた。ドイツからスイスを経て、一旦パリに落ち着くが、翌1837年3月にローマに移り、 この地に1848年まで滞在することになる。1839年にタラスブーリバの海底に着手。この頃、ザポロージャコサックを主題とするウクライナ刺激の構想を立てる。翌1840年夏、ウィーンでウクライナ刺激に没頭するが、重い憂鬱性に陥り放棄する。ベネツィアを経て、ローマに戻り、タラスブーリバの海底のほか、シセル魂。 該当の執筆にあたる。1842年にタラスブーリバを再改訂。改訂版は作品集第4巻に収録され、翌1843年に出版された。ゴーゴリ34歳。物語は12の部分からなっており、番号が打たれている。ハンガリーの画家、ミハイ自治によるアンドリーの式季の神学校を卒業した二人の息子が、 タラスの元に帰ってくる。タラスは宴会を催し、翌朝には息子たちを連れて、ザポロージャシーチに向けて出発することにする。息子たちの母親は、あまりにも早い別離に涙する。タラスたち親子と共の10機を加えた小作隊が、ウクライナの荒野を進み、3日目には、シーチに到着する。シーチでの生活が1週間続く。タラスは息子たちを実践に参加させようと、 ーチの団長に掛け合うが、拒絶される。怒ったタラスは、コサックたちを先導して、非常召集をかけさせ、団長の交代を実現する。ゲチマンシチナで、西教とがポーランド人に迫害を受けているという報告が入り、奮起したコサック軍はポーランドへの遠征を決める。ポーランド軍との戦いで、タラスの息子たちが活躍する。コサック軍は、ドゥブノンの町を包囲し、 タラスは自分の連帯を呼び寄せる。次男アンドリーは、キエフで心惹かれた娘の召使い女に案内され、密かに町に入る。父親がルブノの総督となった娘と再会したアンドリーは彼女への愛のためにすべてを捨ててポーランド側に着く。タラスはユダヤ商人にヤンケジによってアンドリーの裏切りを知り、激怒する。縄文前の戦闘で、 コサック軍の支援隊長が戦死し、タラスの長男、オスタップが後任に選ばれる。コサック軍が遠征しているルスを狙い、タタールがシーチを襲撃したという知らせが入る。軍議の結果、コサック軍はドゥブノの包囲続行とタタールの追撃のために軍を二つに分ける。タラスは包囲軍に残り、残留全部隊の指揮を任される。コサック軍の動きを知ったポーランド軍が、 縄文から撃って出て、決戦となる。次々に、仲間が倒れる、激戦の最中、タラスは、城から現れた、狂気兵の戦闘に、アンドリーを見出す。タラスは配下に指示して、アンドリーを森に誘導し、自らの手で息子を殺す。オスタップが駆けつけるが、タラスが、死体の処置を思いあぐねている間に敵に小立ちを、囲まれてしまう。二人は優先するもオスタップは囚われ。 タラスは、激しい衝撃を受けて気を失う。タラスは重傷を負った者の味方に救出され、2週間後に意識を回復する。傷が癒えたタラスは、ユダヤ商人にアンケリを訪ね、オスタップに会うためワルシャーへの潜入方法を相談する。ワルシャーは潜入に成功したタラスは、引き続き、ユダヤ商人たちを使って、オスタップの救出を図るが、失敗する。 ついにコサックたちの処刑が始まり、オスタップは死に際に父親を呼ぶ。それに応える声が響き、あたりが騒然となる中、タラスは姿を消す。十二万のコサック兵が放棄し、ウクライナの国境地帯で大反乱を起こす。ポーランドに対する憎悪に燃えるタラスは最も卓越した連隊長として有名を轟かす。正教会の取りなしによって、ポーランドとの和議が結ばれるが、 タラスの連隊だけはなおも戦い続け、ポーランド全土を荒らし回った。ポーランド側は五個連隊を差し向けて、タラスを追い、ドネストル側の沿岸でついに彼を捕捉する。タラスはその場で生きながら、あぶりに処されることが決定される。高所に吊るされながらも、タラスは味方に指示を与え続け、最後に別れの言葉を叫ぶ。ニコライ・ゴーゴリ。 タラスブーリバが書かれた1834年から翌年にかけてゴーゴリの執筆力は極めて旺盛だった。1835年には評論、作品集、アラベスキと作品集、ミルゴロドが相次いで出版された。アラベスキには、肖像画、ネフスキー通り、狂人日記などサンクトペテルブルクを舞台にした作品が収録され、後に書かれた該当とともに、 ペテルブルクものと呼ばれる。一方のミルゴロドには本作タラスブーリバのほか昔仇の地主夫婦 B、イワン・イワノビチがイワン・ニキフォーロビチと喧嘩した話の4作品が収められており、リカニカ・キングーヤワとともに題材的にウクライナものと呼ばれている。タラスブーリバはウクライナの民族的解放のための自己犠牲的な戦いを鮮明に描き出し、 戦闘や英雄的行為、集団の動きの場面の力強い描写の間に、ウクライナの美しい自然描写が散りばめられ、しかも巧みなユーモアが交えられていている。ゴーゴリの初期に見られる、ロマンチシズムの代表的な作品である。ゴーゴリ最初の作品集、リカニカキンゴーヤワは、収録作の多くがロマンティックで回帰的な物語で、あったのに対して、アラベスキと、 ミルゴロドにおいて、ゴーゴリは作家としての成長とともに、作風の著しい変化を示している。すなわち、タラスブーリバでは、ロマンティックでありながら回帰性は見られず、花や肖像画は回帰性を漂わせつつも現実味の濃い、風刺的な作品である。ゴーゴリの写実的手法は、この時期に次第に確立されていったと考えられる。タラスブーリバの像。 タラスブーリバが書かれた1834年、ゴーゴリは世界史講義文案や小ロシア形成市外観などの論文を発表し、歴史への関心を高めていた。歴史的題材を扱ったゴーゴリの作品には、タラスブーリバのほか、リカニカ金ンゴーヤは第二部に収録された恐ろしき復讐、未完に終わった長編、ゲチマン、焼却されて現存しない二曲。 削られてしまった口ひげなどがある。16世紀後半に、ウクライナがポーランドに併合されたことで、ポーランドに対するウクライナ民族の反抗が激化した。しばしば起こった、反乱の中心をなしたのが、ドニエプル川の中流から、下流地帯にかけて、勢力を持っていたザポロージャコサックであり、彼らの本拠地がザポロージャ市位地だった。コサック軍は、ポーランドのみならず、 オスマン帝国やタタールからも恐れられていた。その英雄的な戦いの勇士として、ナリワイコ、ロボタ、タラス、トリヤスイログーニャ、オストラニツアラの名前が歴史に留められているが、タラスブーリバの物語自体はゴーゴリの創作であり、必ずしも史実に忠実というわけではない。ウクライナの16から17世紀を舞台とするが、特定の年代を描いてはいない。 しかし、ゴーゴリは、執筆にあたって、コニスキー、ロシア民族誌、ムイシツキー、ザポロージャコサック誌、ボブラン、ウクライナ記、サモグデツ及びグラビアンカの思考になる、ウクライナ年代記などを読んで参考にした。タラスブーリバは1835年の作品集、ミルゴロドにおいて発表された後、1842年に改訂版が出版された。以下、前者を、初版。 校舎を改訂版として述べる。改訂版は初版の全9章から3章が追加されて全12章となり、分量としては2倍近くになっている。改訂版には新たエピソードや人物が加わるが、アンドリーの裏切りとし、オスタップの処刑、タラスの悲劇的な最後などの大筋は初版と変わっていない。本質的な変更は物語の出来事ではなく、 登場人物の造形にある。最も大きな変更が見られるのは、アンドリーの性格である。初版では、アンドリーは、ポーランド側に寝返った後、臆病さが前面に出る。彼は遠くに、父親の姿を認めただけで全身が震え出したように、見え、兵士たちの後ろに身を隠して、体を指揮をする。このため、兵士たちはタラスに恐れをなして、アンドリーを見捨てて逃げてゆく。 アンドリーは銃を投げ捨て、遁走する味方に、助けてくれと呼びかけ、立ちはだかる、父親の前でも、往生際の悪さを見せる。海底版でのアンドリーは、自ら部隊の先頭に立って、諸突猛進し,し、父親の前に立っても逃げようとはしない。これに伴い、アンドリーの恋人である、ポーランド貴族の霊場の描写も異なっている。初版では、アンドリーと再会した彼女は、 金星の取れた足を見せ、強い視線をアンドリーに向ける。ここでの彼女は誘惑者である。しかし改訂版では、彼女は悲しげであり、アンドリーが祖国を裏切ることへの気遣いを見せ、アンドリーが持参した食料を自分よりもまず母親に食べさせようとする。ここでゴーゴリは、男同士の友愛を最高とするコサックの美学によって否定された、女性や母親への情愛を対比させている。 タラスの描写にも変更がある。初版では、親子の情愛や人間臭さが、この見える場面があるが、改訂版では、彼の父としての感情は、実の息子よりも、むしろ部下のコサックたちに向けられ、個人の父親から同志たち全体の父親へと、役割が移行している。また、オスタップは、処刑台での拷問に耐えていたものの最後の最後で、 くじけそうになるのは二つの版で共通しているが、その理由が異なっている。初版では、新しい地獄的な道具を見たことが直接の理由であり、改訂版では、恐ろしい処刑道具を見たことよりも、花をほじりながら見物するような人々の無関心の中で苦痛に耐えなければならないことが理由となる。校舎において彼が欲しているのは、彼の忍耐と死が無意味ではないことを認めてくれる。 精神的支柱としての父である。さらに、改訂版では、ユダヤの商人、ヤンケリの役割が増しており、筋力による支配が、戦いの意味や、死の意味など、伝統的な価値を軽視する風潮を招き、無関心を拡大していることが印象付けられる。タラスブーリバ改訂の時期は、シセル魂第一部の執筆時期と重なっており、当時のゴーゴリの問題意識がこれらの改訂に、 反映されていると考えられる。ビッサリオン・ベリンスキー・ベリンスキーは、タラス・ブーリバを、芸術的女子誌の典型であるとした。八百三十五年の論文、ロシアの中編小説とゴーゴリ誌の中編小説についてにおいて、彼は、タラス・ブーリバを、民族生活の偉大な女子誌の断片、エピソードの集まりであるとし、もし現代に、ホメイロスの女子誌が可能であるとしたら、この作品こそ、 その最高の見本、理想、原型だろうと激称している。一方、ゴーゴリア、ベリンスキーよりも後の世代であるマクシム・ゴーリキーは、タラス・ブーリバの登場人物が、類型的であり、描写に誇張が多く、やや不自然を感じさせると指摘している。北海道大学の上村正幸によれば、19世紀、初頭より文学を通じて、ロシア文化の中に、コサックの神話が生じ、 個々の作品や時代を超えて、共通のコサックイメージが現れるようになったとしている。それは、対立物の方眼、地域性、歴史性の超越を特徴とするポジティブな神話的イメージである。例えば、タラスブーリバにおいて、ゴーゴリは故意に、ロシア人、ウクライナ人、コサックの境界を曖昧にしている。また、コサックは、ポーランド人やユダヤ人に対して、 過烈な残忍さを見せるが、ゴーゴリの視点は常にコサック側に止まっていて、彼らを非難することは決してない。むしろ暴力性は既存の道徳規範を超えた半身的なオーラをコサックに添えるものとなっている。これには資料の厳密性よりも想像力を重視し、歴史家用や友人から得た情報で創作することを好んだというゴーゴリの執筆手法も関係している。 こうしたコサック神話はヨーロッパとアジアの葛藤に苦しむロシア人にとって肯定的な自己イメージを与えてくれるものだった。本作を題材とした二重作品が各国で制作されている。ありがとうございます。